朝鮮民主主義人民共和国の満州派に属する軍人。本名は京新康氏。朝鮮人民軍初代総参謀長。アメリカ軍将兵からはキングコングと呼ばれた。息子に北朝鮮の軍人の京正柱。1918年、京尚北道昇州市の貧農に生まれる。幼少時に両親に連れられ満州に移住。年安市で学んでいる時に、 中国共産主義青年団に加入。1930年代初めから、抗日運動に参加し、東北抗日、貫根軍第五軍に所属して、パルチザン活動。1936年、第五軍第三師、第九弾政治委員。後に、第二祖事軍総指揮部経営隊大政治委員。1940年12月、党幹部会議が開かれ、 北谷英東臨時委員会初期。1942年、第88特別旅団、第2大体制委員。1943年秋に、柴代栄が行方不明になると公認として、第4大隊長に就任。ソ連軍退位。1945年9月、赤旗勲章を受章。1945年9月、猿吉市に到着し、 ソ連軍延吉警備司令部副司令として活動。東北地区居住朝鮮人の中で威信が高く、周保中の信頼を受けていた。東北地区居住朝鮮人に軍隊に入隊することを訴え、多くの人が武器と冬服を持って入隊し、7000人の兵力からなる警備第1弾、第2弾、第3弾を結成した。また、中国共産党延辺委員会を組織し、 当初期に就任。1946年1月、東北民主連軍基地東軍区司令院兼、延吉警備第一旅旅長。1946年5月以降、北朝鮮で民主基地論が形成され、その根拠地の確立に幹部の不足が問題となったため、同年7月に帰国した。帰国後、朝鮮人民軍第二師団長に就任。 1948年3月に朝鮮労働党中央委員に選出され、朝鮮人民軍中将。1948年2月、初代総参謀長に就任。ついで1950年6月、前戦士部総参謀長。1950年9月8日、戦死1950年9月、 最高人民会議から朝鮮民主主義人民共和国英雄を授与される。ありがとうございます。